次に下の隙間からもお箸を通し、今度は上に向かって大きくさばいていきます。はい、それではですね、どうぞこちら麺の真ん中のあたりをご覧ください。麺が途中で2本の管に数字の8の字を描くようにして駆けつけております。そう、お箸を上に隙間から入れ、移動させることによってこの麺の交差も移動していきます。でそしてこの麺の交差が移動することによって、向かい合った麺だけでなく隣同士の麺もきれいに剥がれていっております。とても簡単な作業のように見えるかもしれませんが、麺は細く生の状態ですので、お箸でくっついてしまうとすぐに傷が入り、乾燥させた時にそこから切れが落ちてしまいます。ですので、お箸で麺を傷つけないように丁寧に入れていかなければなりません。またこちらの作業は麺をさばくだけではなく伸ばすという作業も含んでおります。麺が細くなりますとどんどん乾燥し伸びにくくなりますので、麺が完全に乾かないうちに作業を行う必要があります。今は皆様に見ていただくためにゆっくりと作業を行っておりますが、当時は1日に数百本もさばきながら伸ばしていかなければならなかったので、とても大変な作業でした。はい、ではこちらでですね、麺の長さは160センチになります。最初にお持ちした麺が50センチほどの長さでしたので、なんで3倍の長さに伸びております。で少し、ね、麺が切れてしまっているんですけれども、実はおそうめんの製造工程すべて時間帯決まっておりまして、本来だからこちらは2日目の朝早くに行われるものでございます。これで割れました。その日の天候状況によってうまく伸びずに切れてしまうことがあるんですけれども、こちらは皆様に見ていただくための実践の面でご了承いただければと思います。はい、ありがとうございます。こちらの麺なんですけれども、一番最初にご説明いたしましたように、伸ばす前の熟成の間に麺に細いところ、太いところができておりまして、それがまだこの状態では残っております。上下の2本の管のあたりは細く、で真ん中の部分まだ少し太い状態となっておりますので、この太いところを伸ばしていかなければきれいなおそうめんには仕上がりません。ではどうやってこの太いところだけをこれから伸ばしていくのかと言いますと、麺は細くなっているところから早く乾燥が始まりますので、すごく薄いね、これ。このまま置いておきますと、先に上と下の細い部分が乾燥し、そこは伸びにくくなります。でその頃真ん中の太い部分はまだ半乾きの状態となっておりますので、その時を見計らって、この旗の一番上の木をあと上に40センチほど引き上げます。そうすると乾燥半乾きとなっているこの太いところだけが今度もぐっと引き伸ばされて、上から下まで同じくらいの細さのおそうめんへと仕上げることができます。この引き上げるタイミングが早すぎると細い部分も伸びてしまいますし、逆に遅すぎるとこの太い部分が乾燥してしまう、伸ばすことができなくなってしまいますので、タイミングを見計らうのはとても難しい作業となっております。それではですね、実演はここまででございます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。予想をやっていただけて、持ってもいいの？大丈夫です。真ん中が太いのをお分かりいただけると思います。これまだまだ伸ばしていかないといけないので、ツルツルの？触られんの？私も触って。あ、本当、いや、ね、まだびさびさです。勉強になりました。たくさんいただいた方が、ね、分かりやすいと思います。たくさん持ってスーッと触っていただくと、見た目では分からないんですけど、真ん中まだ、ね、太いのスーッと、ここがこの辺りが、ね、まだちょっと太いの。